クレメンス・アウグスト・フォン・バイエルンは、ケルン大司教にして選定校。ドイツ騎士団総長。その退屈家の領主司教を兼ねる。父は、バイエルン選定校、マクシミリアン二世、エマヌエル、母は、ポーランドーヤン三世の娘テレサクネグンダ・ソビエスカ。アストリアス校、ヨーゼフ・フェルディナントはイボアニ。選定校で神聖ローマ皇帝にもなった、カール・アルブレヒトは、ドーボアニ。 スペイン語をフェリペ5世はいとこに当たる。当時父がスペイン領ネーデルラント総督であったためブリュッセルで生まれる。しばらくして本領バイエルンに戻ったが、スペイン継承戦争の展開の結果バイエルンはオーストリアの占領下となり父は逃亡。クレメンス・アウグストは他の兄弟ともどもオーストリアの捕虜として連行され、南京生活を送った。 戦争終結によってようやくバイエルンに戻ったのも、つの間、次男、三男を後位聖職者にして、教会領主の地位に送り込みたい父の意向によって、兄、フィリップ・モーリッツと共に、ローマに留学する。1719年、兄がミュンスターとパーダーボルンの死去に選出されるが、同年には死去してしまい、急遽クレメンス・アウグストが後を引き継ぐことになった。1722年には、 ケルン大司教にして、叔父のヨーゼフ・クレメンスから継承者に指名される。翌1723年、叔父の死去によりケルン大司教に就任。父としては、バイエルンのビッテルスバッハ家が占めていた大司教及び選定校くらいを保全し、それを本家の戦略に利用する考えであった。クレメンス・アウグストは後に、ヒルデスハイム、オスナブルックの司教を兼任。 1732年にはドイツ、騎士団総長になった。こうして、若年で、高い地位についたクレメンス・アウグストだったが、ただ親の優雅がままに動いていた本人には、聖職者になるという決意が欠けていた。ケルン大司教になろうという時に、ローマからやってきた大使に対して、自分は聖職につきたくないと言い出して、周囲を困惑させ、父は、厳しい必要の手紙と家臣を送って、 息子に聖職に就くよう強制させねばならなかった。仕方なく就任して、儀式執行の職務だけは果たすものの、仮面舞踏会に日産し、愛称を囲う生活を送った。また、狩猟に励む一方で、拒否を投じて、上官や庭園を作った。政治の停滞は領民にとっては大変な負担だった。父が死ぬと、クレメンス・アウグストは、政治的に独自の行動を取るようになったが、 その方針が気分によってコロコロ変わった。はじめ本家の意に反してオーストリアにヨシを通じていたが、ポーランド継承戦争ではフランス方に肩入れし、その後またオーストリアに接近した。オーストリア継承戦争では自家側について兄のカール・アルブレヒトに定款を授けた。しかし、兄を快く思っていなかったらしい。クレメンス・アウグストはそのすぐ後に、 オーストリアに急接近。兄の没落、死後は、老いマクシミリアン三世ヨーゼフとオーストリアとの間を取り持って、フィュッセン条約締結後、改めて、フランツスシュテファンに定官を送った。オーストリアからは巨額の援助金が送られたが、それでも、彼の態度は、変典著しく、皇帝フランツ一世は、クレメンス・アウグストを風見通りと呼んだ。 1761年、60歳で死去。後継者に、弟のリエージュ死去予判テオドールを望んでいたが、ローマ教皇クレメンス13世は、そこを不良を理由に承認しなかったため、ビッテルスバッフ派けのけるに広塚佐教職の保全は、かなわなかった。精神的に安定しない人物で、自国の大臣にしても、各国の大使にしても、深い信頼を寄せたかと思えば突然追放したり、 するなど混乱が目立った。外交の変典はその結果である。聖職者としても政治家としても評価されない人物である。一方、芸術面では世界遺産入りしたブルールのアウグストゥスブルク城とベッテイ・ファルケンルストなどの建築物を建てさせた功績がある。地元の盆大学では彼についての研究が行われ発表されている。 主な着眼点は芸術に対する彼の貢献についてである。ありがとうございます。